本当皆さんね、まあ本当に今ね、大阪いい感じになってきて。日本維新の会に所属し、次期衆院選で福岡11区から出馬する予定の村上氏54が党本部から厳重注意処分を受けていたことが週刊現代の取材で分かった。村上氏本人が取材に対して事実関係を認めた。村上氏は経産官僚を経て2017年の衆院選に福岡11区で希望の党から出馬したものの、対抗馬である自民党の武田良太元総務省56に敗北。21年の前回衆院選にも無所属で挑んだが落選した。昨年10月から維新の福岡11区支部長として活動し、次期衆院選への立候補を予定している。そんな村上氏がなぜ処分を受けるに至ったのか、維新関係者が明かす。ウェブサイト福岡県民新聞に今年2月に掲載された元市議会議長と商工会会頭を告発されるという記事をプリントアウトしたビラを、お金を払って雇った人たちを使って地元の豊前市内で大量に配ったのです。党本部からの聴取後、厳重注意処分が下されたが、対外的には公表してない。問題の記事は豊前市元市議会議長の磯永雄二氏68と豊前市商工会議所会頭の B 氏と第三セクター企業の関係を扱ったもの。党の磯永氏はこう主張する。我々が背任横領したなどと書かれているが、全くの事実無根の怪文書です。我々が刑事告訴されたとも書かれていますが、背任横領について誰一人聴取を受けていない。晒し者になってしまうので資料を揃え、弁護士を通じ豊前署にも意見書を出した。そんな名誉毀損になるような問題のあるビラを村上氏は地元で配ったのです。磯永氏がこの件に気づいたのは3月9日のことだった。家内が夕刊を取るためにポスターを見に行ったらビラが入っていた。付近を探していたところ、若い男性が自転車に300枚ほどのビラを入れて配り歩いていた。事情を聞くと、村上さんに日当9000円で2日間頼まれていると。男にその場で村上氏に電話をさせた。私は村上氏の対抗馬である武田良太の後援会顧問をしています。しかしなぜ村上氏が私を攻撃するような行動を取るのかわからないし、何の得になるのか。村上氏本人にも尋ねましたが、別の人に頼まれたが誰に頼まれたかは言えないということでした。その後パトカーが通りかかり、男は警察に引き渡されたという。その後も別の人物によってビラが市内で配られました。衆院選に挑む候補者がやることとは到底思えません。直後に維新の馬場伸幸代表59に会う機会があったので直接抗議もしましたが、それ以来維新からの連絡はありません。企業団体献金の完全廃止を掲げる日本維新の会に所属する石井章参院議員が19日茨城県つくば市のホテルで政治資金パーティーを開催しました。維新の馬場伸幸代表をはじめとする国会議員が参加し、発起人には企業や業界団体の幹部が名を連ねていました。維新は企業団体によるパーティー券の購入を禁止すると明記した政治改革大綱を6月から運用する予定で、禁止前に駆け込みで開いた形です。パーティーは2部制でセミナー形式の講演会に続いて懇親会が開かれました。受付で本氏が取材を申し出ると、石井氏の事務所スタッフは今回はダメです、ご遠慮くださいと拒否しました。案内状によると会費は2万円で、二輪車販売店の業界団体全国オートバイ協同組合連合会の会長らが発起人になっていました。維新は政治改革大綱で政治資金パーティーが企業団体献金の代替として利用されていると自民党派閥の裏金事件に触れて問題視し、現行の仕組みは抜本的な見直しが必要と主張しています。自身も発起人の馬場氏は選挙を勝ち抜くためにはと題して特別講演を行いました。複数の参加者によると、馬場氏は政治資金パーティーのあり方や政治改革大綱について語りませんでした。
本紙の取材に、馬場氏の事務所は、6月までに予定されている政治資金パーティーは、問題がないとして不適切ではありませんと述べています。2025年大阪・関西万博会場、大阪市此花区の工事現場で、3月、メタンガスが原因とみられる爆発火災があり、施工業者から市消防局への連絡が発生から約4時間半後だったことが分かった。市への情報公開請求で開示された消防記録から明らかになった。消防法は1火災を発見した人8体なく通報しなければならず、に全ての人波通報が最も早く届くよう協力しなければならないと定めている。日本国際博覧会協会万博協会は、施工業者は被害を拡大させない措置を取るなど対応に問題はなかったとしている。国会でも危険性指摘。市消防局や万博協会によると、爆発は3月28日午前10時55分頃、大阪湾の人工島夢島にある会場西側のグリーンマールドゴールデンウィーク工区で建設中のトイレ棟平屋建て約500平方メートルで発生した。大きな音とともにコンクリート製の床がめくれ上がり、修復が必要と判断される破損箇所が天井の一部を含めて約100平方メートルの範囲で確認された。建物の焼損はなかったとされる。屋内では当時4人が溶接などの作業をしていたが、怪我人はいなかったという。市消防局は溶接作業で出た火花が配管を通すための床下空間にたまった可燃性のメタンガスに引火した可能性が高いとみて、6月にも調査結果をまとめる方向で調べている。イベント広場などが整備される予定のゴールデンウィーク工区一帯は廃棄物で埋め立てられた土地で、地中からメタンガスなどが発生している。万博会場のメタンガスをめぐっては、昨年11月の参院予算委員会で質疑が交わされるなど危険性が指摘されていた。万博ガス爆発、できるだけ小さく見せようとしたいきさつ。施工業者から市消防局への連絡が発生から約4時間半後だった。消防法は火災を発見した人は遅滞なく通報しなければならず、全ての人は通報が最も早く届くよう協力しなければならないと定めている。こんな維新さんですが、約束を守ることもあるようです。それはこちらのニュースです。2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会万博協会は、一定の期間に限定し、ペットの犬の入場を認める方針を固めた。万博が命をテーマにすることから、動物にも配慮する姿勢を示すという。1年後の開幕に向けて、万博の工事が進む大阪市の人工島夢島、4月5日読売ヘリから。関係者によると、25年4月13日から半年間の開催期間のうち、5月12から16日、26から30日の平日の計10日間に限り、18歳以上の来場者1人につき1匹、1日あたり計100匹の入場を許可する方針。ペットの毛などでくしゃみや鼻水が出る動物アレルギーの人が不快にならないよう、混雑する週末や暑い時期を避ける、公共交通機関での移動時にケージに入らない大型犬や犬以外の動物は認めない方向で、事前の登録制度も設ける。万博協会はこうした方針を参加国に説明しており、6月の理事会で正式に決める見通し。万博は命輝く未来社会のデザインをテーマに掲げる。昨年4月に退任した大阪市の松井一郎前市長は、在任中、命あるすべてのものに寄り添うのが当然だとして、協会側にペットの入場を認めるよう求めていた。万博協会によると、1970年の大阪万博や2005年の愛知万博ではペットの入場は禁止されていた。それでは当時の大阪市長の松井さんの演説をご覧ください。
本当皆さんね、まあ本当に今ね、大阪いい感じになってきて、さっきも言ってたけど、まあ2025年のあの万博、あの万博もね、もともとどれだけね、参加してくれるかなとかどうかなと言われてたけど、もう今153カ国が出展するということになりました。なりましたから、皆さんね、これは名古屋で愛知でやった万博より出展数は多いんです、皆さん。1970年のね、万博、年間1年万博入場者数が6400万人。今回はね、やはり、入場制限しながらね、1970年の頃の万博というのは、僕が小学校の1年生の時で、その時は吉村さんも横山さんも姿形もありません。まだまだ全く姿形もない時。あの頃はね、入れるだけ入れてたんです。僕もね、一体行って今度帰れなくなったっていうのはあるんです、あの頃。万博会場で用を明かしてた人がいるんです。今はそんなことするとね、これ会場運営でね、これそんなことしてもし何かね、大事故が起こったら偉くなりますから。それだけね、入場者数をね、自由にっていうわけにいきませんけど、十分我々ね、目標設定した2800万人っていうのはクリアできる数になっておりますし、もう一つ言うと、今回の万博はね、今まで万博の世界各国ありましたけど、僕はね、来たんです。万博の協会の方に。これからの時代はね、命輝く未来社会っていうのはね、人間だけの話じゃありません。今は家族として、ワンちゃん、猫ちゃんもみんな家族の一員の人もたくさんいるから、犬や猫、ペットが一緒に楽しめる万博っていうのも、初めて大阪で開催をされることになります。皆さん、ワンちゃんを、ね、ワンちゃんと一緒に暮らしてる方、ぜひ行ってください。で僕も家にね、猫がね、2匹いてますんで、家族なんで、この間ね、一緒に行くかって聞いたらね、猫はね、家から出たがりませんね。嫌だにゃーって言われて、本当にね、だからワンちゃんはね、本当に楽しめる。でね、これから、あの万博の目的はね、本当に超高齢化社会。人間が最後まで、いや、動物もそうなんですけど、どんどん寿命が伸びて、その寿命を伸びる中でね、最後までね、自分の人生を自立して楽しめるものとサービスを生み出しましょうよ、ということなんです。今のね、長寿社会、どうしてもね、やっぱり後期高齢者を、後期高齢者75歳を過ぎたあたり、そのあたりからね、やっぱり体にね、変調がきたします。どこかやっぱり調子悪くなる。で、もう一つはやっぱりね、認知症というのもあります。そういう中で、ちょっと認知症というのもありましてね。だから、寿命ばっかり伸びてもダメなんです。人間最後までね、自立できるような、そういう風な商品、サービスが必要になってくるんです。で、これは大阪なら僕はやれると思う。というのも皆さん、今の再生医療、これは iPS 細胞というのを発見して作り出したのが山中先生、大阪住んでるんだから。で、その知見を今、実際にやってるのが、阪大で沢さんっていう先生がね、心臓に、iPS の心筋シート。今まで万博の世界各国ありましたけど、僕はね、来たんです。万博の協会の方に。これからの時代はね、命輝く未来社会っていうのはね、人間だけの話じゃありません。今は家族として、ワンちゃん、猫ちゃんもみんな家族の一員の人もたくさんいるから。山添拓君。日本共産党の山添拓です。外務大臣に伺います。大阪・関西万博担当の副大臣においでいただきました。昨年11月、ロシアが参加の取りやめを表明しました。その際、松野官房長官は、ロシアによるウクライナ侵略は大阪・関西万博のテーマである命輝く未来社会のデザインの理念と相入れないと述べ、現下の状況が変わらなければロシアが参加することは想定されないと表明しました。万博のテーマと相入れないというのはどういう意味でしょうか。上月内閣副府大臣。大阪・関西万博のテーマである命輝く未来社会のデザインの理念につきましては、2025年日本国際博覧会協会が策定した2025年日本国際博覧会基本計画におきまして、人間一人一人が自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可能な社会を国際社会が競争していくことを推し進めるものとしております。ロシアによるウクライナ侵略は武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反でありますことから、現下の状況を踏まえれば当該理念と相入れないと考えております。昨年3月、イスラエルが大阪・関西万博への参加を表明しています。現在のイスラエルは命輝く未来社会のデザインの理念と相入れるのでしょうか。万博への参加につきましては、各国が自ら
ら判断することではありますが、ロシアは令和5年11月に大阪・関西万博への不参加を公の場で表明したのに対しまして、イスラエルは現在も参加の意向を維持しているところであります。その上で、先ほど申し上げましたように、ロシアによるウクライナ侵略は武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であります。これに対しまして、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動は、ハマス等によるイスラエル領内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものでありまして、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではないと考えております。ロシアの時もですね、ロシアが参加取りやめを表明する前に、自見大臣が現下の状況が変わらないなら万博に参加することは想定されないと、ホスト国としてそう述べておられたわけです。そしてイスラエルについて、今外務大臣の答弁をお聞きいただいたように、国際人道法と整合的であるという評価はできないと、日本政府としてそう言ってるわけです。ですから、こういうもとで、ロシアは相入れないという、イスラエルは容認する、これはダブルスタンダードだと思うんですね。やっぱり検討し直される必要があるんじゃないかと思います。私はカジノと一体巨額の建設費がますます膨張し、工期の問題も続く大阪万博は中止すべきだと思いますが、参加国への姿勢というのは他の参加国に対してもメッセージとなります。態度を改めるべきだと思いますが、確定的な法的評価を行うことは差し控えるが、我が国としてイスラエルの行動が国際法と完全に整合的であるとの法的評価を行っているわけではないという状況であります。我々としましては、今後の状況を見つつ、適切に対応してまいりたいと考えております。時間が来ましたので質問終わりたいと思いますが、私はやっぱり何より多くの子どもが、女性が日々命を落とし苦しんでいると、そういう時に命輝く未来社会のデザイン、それにふさわしいかということは、やはり改めて検討が必要だということを指摘して質問を終わります。大阪を知ろう、野々愛スペースのお時間です。皆さんこんばんは、大阪府議会議員の野々上愛です。さて、私たち立憲民主党の会派からは、一本の意見書と一本の、決議案を、提出をしました。で、この中で、私たちが、特に今の時期一番重要だなと思って、提案した決議案というのが、パレスチナ自治区ガザ地区での即時停戦を求める決議というのを、私たちの会派から提案をさせていただきました。というのも、今この戦乱、戦争、戦闘状態が始まって、非常に国際的な批判も高まっている、いろいろな課題がある中ですが、とにかく即時停戦だということを、これはいろいろな政治的な立場を乗り越えて誰でも言える当然の話だというふうに思いまして、でついでに言うと、ロシアとウクライナが戦争始まった時は、これ急に府議会でもやっぱり上げなあかんねということで、普段の何て言いますか、日程のルールではない形で急な案件として取り扱って、決議を実際に大阪府議会では2年前の3月に上げているんです。ところがですね、今回、このパレスチナ自治区の、戦闘特時停止を求める決議っていうのを、私たちの会派が提案したところ、この事前に政務調査委員会ということで、この文章の内容をちょっと変えてやとか、同じような提案が会派から重なった時に調整をするんですけれども、事実上ほとんど理由がなく取り下げということで、要するに3つの交渉会派がうんと言わん限りは本会議に出せへんというシステムになってますので、そもそも本会議にすら挙げられず、この大阪府議会がパレスチナ自治区での即時停戦を求める意思を表明することもなく、ついでに言うと、ロシアとウクライナの時は全会一致で速やかに意思表示をしているにもかかわらず取り下げとなってしまったんです。で、実はこういうことってよく起こっていまして、今回も例えば政治資金改革ね、